今月4日に CSF 豚熱が確認された道志村の養豚場について県はすべての豚の殺処分が終わったと発表しました県によりますと道志村の養豚場は先月豚熱が確認された神奈川県相模原市の農場と同じ会社が経営していて今月4日に県の職員が移動制限区域の指定を解除するため施設を検査したところ 小豚2頭が豚熱に感染していました県は6日から養豚場で飼育されている豚の殺処分を進め昨日1693頭全ての殺処分を終えました豚の埋却や養豚場の消毒作業は明日まで行われる予定です